8月、9月ですね、9月にあの市の方で、こういうあの仮設の店舗をね、用意してくれたのね。あのね、海から取れた、ね、新鮮なものを食材にして、あのカニ汁とかあのサービスしてるもんだからね。うまいかい？うまいです。とっても、あったかくて。宮城県漁協もね、平均年齢大体あの60歳ぐらいなんだよね。そうすると若い年代というのはいないのよ。30代の人たちがね、いっぱい出てくればまた盛り上がってくると思うよね。一口オーナーというのは立ち上げて、そしてあの漁師の皆さんにね、資材購入するのとか、あの日本全国を発信してくれた小泉さんね。うちの方のこの久米の場合は塩釜第一支所なんですけども、第一支所の場合はね、海苔とわかめと昆布とアサリなんです。これから昆布っていう時期なんだけども、昆布がダメなんですよ、今年。塩釜は。わかめはね、なんとか良かったのね。間に合って。塩釜のアサリっていうのね、やばくて、ぷっからしてね、美味しいんですよ。やばくて。お客さんの手を借りながらね、あのこうして復興したんですよって、塩釜ではっていうから復興に向けていかなきゃねえなっていう意気込みがね、出てきたんだね。第一歩っていうかさ、そういうような気持ちで今頑張ってます。